どうもミスタードライです。ということで今回はですね、プロスピ交換会第6回の結果発表を見ていきたいと思います。はい、ということでですね、今回もプロスピ交換会大変盛り上がっておりました。今回第6回目ということで、今年の楽しいプロスピ交換会も今回がラストになります。で、今回は上本さんと柳さんとバウアーさんぶち込みました。柳さんはこれ継承できてなかったんで、普通にね使える選手だし、めっちゃ強いリアタイ、そしてバウアーもねかなり当たりの選手ということで、どんな選手に変わるのかね少し楽しみなんですけれども、今回ですね、僕第1回第2回第3回第4回第5回の方はショート動画で出しておりますけれども、そこもねちょっとね、この動画で1個まとめてやっていきたいと思いますんで、プロスペ交換会総まとめダイジェストといった感じでね、皆さんに見ていただければいいなというふうに思っておりますので、最後までご視聴の方よろしくお願いします。それではね、おそらく多分結果が出たんで、はい、ということでね、午前10時で結果が出ましたんで、結果見ていきたいと思いますけれども、さっき第1回から順番に流していきます。そしてこの後に第6回いきたいと思いますので、よろしくお願いします。第1回プロスピ交換会結果発表見ていきたいと思います。ちなみに前回の提出選手はこんな感じです。山下さん、藤島さん、森友哉さん、中日枠誰が来るのか注目です。それでは行きましょう。まずは1人目、ランダムボックスお願いします。ゴーピーターズ、ノーコメントでお願いします。続いて中日枠一番大事お願いします。おー、石川のアニバーサリー、嬉しいけど持ってるんだよな。神引き者選手来るなよ。ではラスト、だー、くっそー、いや石川昂弥のアニバーサリー絶対欲しい人おるでしょう。次回石川アニバ欲しい人に届きますように。それでは第2回プロスピ交換会結果発表を見ていきたいと思います。ちなみに前回はこんな感じ、石川の代わりに誰が来るか注目。それでは行きましょう。1枚目、激レアカモンお願いします。おー、岸さんの PS、 これいつのやつやろ。まあでもちょっとリアタイはきついかな。次が大事からの、どうどうどう、勝つの来たー。シリツーの勝つのは嬉しすぎるって、スクショするしかないでしょう。からの、どう、山田哲人、めっちゃ神引きやねんけど。まあ勝野さん以外はねちょっと出すかもしらんけれども、いやー、これは激アツですね。プロスピ交換会はロマンがあります。皆さん誰が当たったかコメントで教えてください。それでは第3回プロスピ交換会結果発表を見ていきたいと思います。今のところ結構いい感じなんで、今回も期待しています。よろしくお願いします。マジで奇跡で高橋由伸とか小屋んかな？カモン！さあ、ということでまずはランダムボックス。頼む！ロマンの塊交換会、お願いします。はい、行きましょう。続いてここが大事です。お願いします。あ、これはまさかの大爆死。まあ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 、こういう時もあるよね。次回オールリバース。それでは第4回プロスピ交換会結果発表を見ていきたいと思います。残るとこあと2回となってしまいました。さあ、今回は神引きになるのでしょうか。ちょっとツイッターでね、結構えぐい神引きとかも見てるんで、僕がそろそろその出番じゃないかなと思っております。ではまずランダムボックスいきましょう。お願いします。カモン、ソン・チャーホン。もうね、一番見る S ランクよね。うん、じゃあ次行きましょう。あー、ヒロト、シリワンヒロトか。いや、これはちょっといらないですね。ラスト、まあこれが交換会ですよね。なんでやねん。うん、ケツナーナ確定、いや名前よ。それでは第5回プロスピ交換会結果発表を見ていきたいと思います。いよいよ今回合わせて残るとこ2回。さあ、あと2回で奇跡は起こるのでしょうか。行きましょう。ではランダムボックス行きます。高橋由伸さんとか当たらへんかな。お願いします。どう、安楽さんは今一番出たらまずいんじゃないの。これガチでやばいんじゃないの。では2枚目いきましょう。ここ大事っす。シリツー来い。おー、ヒロト来たー。前回シリワンヒロト出したら進化してきた。激アツすぎる。ではラストは、どう、
小園海人さん、あ、上本さんやった安楽しかも帳簿で出してるやん。ヒデさんこれあれなんじゃないの、しかも帳簿でレベルマックスで特訓も4あるし、使いたいかも。はい、ということでね、第6回プロスピ交換会結果発表を見ていきたいと思います。果たしてラストに奇跡は起こるのでしょうか。お願いします。さあ、ということでね、まずランダムボックスいきましょう。運命の1人目お願いします。ドア伊勢さん、シリーズ2は嬉しいんですけどね、まあ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 悪くはないんじゃないでしょうか。さあ、最後の自チーム枠です。今のところね、2人新規のシリーズ2来ていますんで、最後優秀の美を飾りたい。頼む、どっしゃー来たー。マジでプロスピ交換会神すぎる。大島洋平のシリーズ2来たー、ありがとうございます。いや嬉しいな。ということでラスト誰が来るのか、ウォーカー、ウォーカー来たか。はい、ということでですね、今回のプロスピ交換会個人的には大勝利でございました。しかもね、大島さんレベル38まで謎に上げてくださってるということで、AK さんありがとうございます。はい、ということでですね、すごくプロスピ交換会盛り上がっていきました。皆さんね、どんな神引きしたのか、どんな爆死したのかね、ぜひ僕のコメント欄、そしてね Twitter の DM 等で教えてください。はい、ということでね、今回のプロスピ交換会の収穫選手挙げていきたいと思います。まず1人目勝野投手ですね。本当にマジでこれは激アツすぎました。しっかり極みプラスにしてね、動画も出していますんで、皆さんねご視聴よろしくお願いします。ツーシームスプリットに進化した今年の中日中世を救う投手となっておりますので、ぜひご視聴ください。そして高橋宏斗さんですね。まだこちらの方ね、育成中で動画出してないんですけれども、こちらもシリーズ2ね欲しかったんで、めちゃくちゃ嬉しかったですね。今回本当に自チーム枠がね神引きすぎてびっくりしています。そして3人目の神引き、安楽さんですね。まあいろいろある安楽さんではございますけれども、まさかの限界突破5でやってきてくれました。しかもレベルもマックス、特訓さえマックスにしたらねすぐ極みになっちゃうぞということでね、すごい状態で来てくれましたんで、もしかしたら動画使おうかな。でラスト大島プロということでですね、いや本当に恵まれましたね。これはドラゴンズ愛がね勝ったということなんじゃないでしょうか。皆さん本当にありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。皆さんこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。